はい、V ストック。すごいことになってきた。もう全然知らない北斗の剣になってる今。あの頃の北斗じゃない、完全に進化した北斗の剣。これがスマスロ北斗。正確な人数がわかんないんですけど、500人はいると思います。北斗かゴブリンスレイヤーが打ちたいんで、目標は30番以内。おはようございます、お願いします。はい、やばありがとうございます。いったでしょ、だから狙って引きました。どちらかを初打ちします。今日おはようございます、お願いします。さあ、なんと29番。はい、北斗の剣初打ち。はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。本日は神奈川県横須賀市にございます、こちらアビバアネックススクエア店さんにて、俺ちオレンジとは、俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。ということで早速回していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。さあ、ついに噂の寝台、もう寝台じゃないけど、スマスロ北斗の剣いきたいと思います。おお、はい、ということで本日抽選人数が600人、北斗とゴブリンスレイヤーが合わせて30台だったんで、目標を30番以内にしたんですけどね、きっちり目標以内の番号29番を引いてくると。で、無事この北斗の剣をゲット。ずっと打ちたかったんだけど、開かないんだよね北斗って。昼過ぎ、それこそ2時くらいになれば不幸になった人が辞めるでしょうって思うじゃん。開かないよ。はい、さあ、お久しぶり、いつぶりかわからん、ニチェ。ちゃんと日中だね。正直このスマスロ北斗の剣のことをしっかり調べたかといえばしっかり調べてはいないけれども、初代の感じでいけると思う。この出目あんの熱っ。俺昔しょっちゅうこの出目にしてリプレイ取りこぼしてたわ。言うてね、俺も初代の北斗めっちゃ打ち込んでたってわけでもないから、そんな詳しい法則とかは覚えてないけど、ただまあ打ってたよ。だって北斗いっぱいあったもん。いや、これはダメか。朝一日チェ当選はならずと。ケンシロウが散歩してるだけなのにずっとワクワクできるな。今のところ完全に思い出補正でめっちゃ面白い。まだ何も起こってないのに。で、今回リーチ目とかもあるんだよね。これは強スイカってことかな。おい、スイカ落ちがいいね。はい、こんだけスイカ引いてたらモード勝ち上げてても良さそうだけど、ジャケしていけ。そういうこと。いいですね。はい、大オーラ。まあ天国だね。今天国って言うのかな、こういう状態のこと。昔天国って言ったけど、今だと定格通常降格みたいな言うけど、なんか時刻通常天国みたいな言ってなかった、北斗の時って。とりあえず今日はまあ万枚とかコンプリートとかもやりたいけど、何よりも昇天。やっぱ北斗といえばね、ラオウをいかに天に返すかっていうところがあるから。で、大爆発も見たいね。何連からなんだろう、30連かな、初代がそうだった気がする。いやー懐かしいって思ってたら一瞬で1万円なくなったわ。なんじゃろうね。おう、あー、こっから発展もあんのか。お、うん、パンチか。お、やりました。ニチェから、これ25%だと思う。全然天国っぽくなかったし。608ゲーム、投資がピッ2人2万円。いいですね。よ、初バトルボーナス。オーラ何色？白。ただ俺は初代北斗で昇天してるのはそう、この赤なら白オーラだから。いや、いいねいいね。右だとか言ってほしいもん。左よとか。はい、豪昇華じゃなければ OK。 OKOK、 避けてみろ。避けない。さあ、雲の動き楽しんじゃうか。動いてない。101枚だけど、もう剣があるから、あれがいいんだから北斗は。かなり厳しい出会いになっちまったね。いや、でもバトルボーナスもマジでまんまだな、すごいね。天国からチャンス目で当たりましたね。まあ、おそらく天国だったと思う。あれ、これ当たってない、もしかして。
はい。おう、そうだよな、びっくりした。415ゲーム、投資止まんないね。投資ぴったり3万円。はい、今度はアオーラ、さすがに継続させよう。まあ、宿命バトルとかもやってみたいけどね。お願いします。オッケーオッケー、パンチはさすがに大丈夫、なんなら時で受けてほしい。はい、オッケー。いやー、いいですね。はい、ケンシロウの攻撃も見たいね。おい、行ったら来ちゃうんだよな。期待に応えてくれるケンちゃんはガードしていく。順調に連チャンしてきたね。5連で湯浅が流れるんよな。とりあえず5連目指そう。いいねいいね、絶対チャンスアップ。ものすごく強い言葉を使っている。絶対大丈夫。これで終わったらわけわかんないでしょ、わけわかんないでしょ。ここに来て初の豪勝波。はい、絶対チャンスアップだったけどね。リンにかけるしかないよな。そりゃ雲止まってるわ。356枚、よし、さすがにな。あー、びっくりした。よしよしよし、恐るるに足らず。まだ雲動いてんの見てないからな。ここで雲動かしてっか。動いてる動いてる、いいね。さあ、ここで継続すれば愛を取り戻すと。まあ流れるかもよって感じ。継続時の2分1とかでしょ。来るか、流れてないね。さあ、なんじゃろうな。いやー、そういうこと。これはかなり気分、うお、避けていく。びっくりした今、豪勝は避けるか。この剣ちゃん相当強いぞ。今度こそ愛を取り戻せ。いいですね。何この面白いパチスロ。雲動いてない、ユリア復活あり得る。うん、雲動いてなくても立ったわ。おい、これは似てあるな、あまりにも演出が強い。はい、さあ、ついに引いてやったぞ。さすがに日夜宿命バトルあるでしょう。はい、ウイグル2ゲームのバトル。おい、熱っ。いや、リプレイ十分熱かったはず、問題ないでしょう。いけ、おい、オッケー、これで継続確定と。攻撃当たんないね。はい、1000枚突破。1回当ててしまえばそこで頑張るだけで1000枚取れちゃうんだからね。単発で終わると悲惨だけどね、まあ、こういうことが現実的に起こるから。7連以降からタフボーイの可能性があるらしい。はい、変わんない。じゃあまずいじゃん。まあでもさっきそんな諦め気味のところから豪勝波避けたりしたからね。パンチ絶対大丈夫。はい、オッケー。面白い台だね。よし、行くぞ。楽曲変化、カモン。変化しない。そしてラオウの攻撃だ。これはまたかなりまずいやつだね。もう一回避けてみて。そうだよね、でも絶対 79% 以上あるはずだから、雲が動いててもおかしくない。動かない。9連の1161枚。はい、いや、そうだよな。いや、でもよくやったわ。もうちょいマイナス、マイナス200-300枚。シローラ単発で終わる方が難しいんだから。129枚。うわ、また白。123枚。うわ、また白オーラ。168枚。いやー、これすごいね。白以外でお願いします。青、マジ4連続単発、全て 66% 継続だったとしても 34%4 連続、本当にそんなことが起こるか。どんな確率よ、 34%4 連続って。ん、白ナビなのに。あ、リーチ迷惑だ。やりました。これ16000分の1とかだったよな。設定1で16000分の1。これもし日で当たってたら恩恵があるんじゃないか。まあただ天国ではないところの日だからね。まあ今調べた感じ、もし日で当たってたら北斗揃いだわ。本前町中のリーチ迷惑は北斗揃い以上に昇格が確定するらしいから。さあ、60ゲームバトルボーナス確定、持ち玉648枚。北斗揃いなら一気に負けるな。
たぜ来たぜ北斗揃い、初打ちでこれできるか。はい、北斗揃いレインボーオーラー、これで昇天させるわ。完璧なリーチ迷惑だったね。てか北斗揃い振り分けって 84% と 89% 50% ずつなんだ。で虹オーラだったわけでしょ。そんなの 89% 以外なくねえか。さあ大連ちゃんかましますか。はいはいはい、4連続単発のせいここまでたどり着いたわ。サクサクいこう。いやーものすごいね、 89% だとこんな攻撃してくれるか。大丈夫なはず、こんなとこで終わってたまるかって話を。まだ3連目だからね。いや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 、そんなはずはない。北斗揃いでレインボーでしたからね。わあ、心臓に悪い。豪勝派じゃなければ何でもいいよ。そんなことある？撃つな撃つな、そんなもん。避けて、避けない。またドキドキしなきゃいけなくなっちゃったな。剣、よし、豪勝派以外で、よし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 。あ、愛を取り戻す流れてるね。よし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 、安心パンチ、はい、雲、はい。さあタフボーイチャンス、うん、流れない。 OK、 曲変わんないね。パンチで、よーし、優しいね。そろそろタフボーイお願いします。継続確定で、こっからピエロの可能性があるわけだ。継続確定、頂点まで一気に行く。ケンちゃん、うん、よし、はい、雲パンチだよ、パンチ、キックか、まあ大丈夫でしょう、避けない。雲、雲動いてない、大丈夫、豪勝派で立ってきた男だから。リン、よーし、さあどうだ。いいね、このちょっと遅いのがいいんだよな。北斗考えた人天才でしょ。やばい、ちょっとドキドキしてきた。昔もこんくらいから緊張しだしてたんだよな。マジで現実的にいけるぞ、気を抜かずにいこう。いやいや、ナイス、気持ちよすぎ。足が見えないだけでこんな気持ちよくなれるかね。あと5連チャン、久々のラオウ。変なことしないでね、パンチ、変なことしなくていいのに。ドキとか出てくんないかな。出ない、もうそりゃ雲も動いてないわな。うわー、マジか、昇天チャンス逃したな。あと5連いけなかったか。わー、これでしっかりプラス域になったんですけど、持ち玉2000枚。いやー悔やまれるね。北斗揃いなんてポンポンいけるもんじゃねえだろうしな。初打ち初昇天やりたかった。何色、いや白ばっかだな。すごいこと起こっちゃってない？156枚。いやーハマったね、757ゲーム。あまりにも白オーラ多いな。白と青しか出ない。280枚、280枚。本日初の黄色オーラです。俺には金色に見えるわ。マジで連チャンしないね。はい、ジャギステージでラオウと27ゲーム。即前兆は今日初だね。設定あるんかな。あ、オーラ初当たり確率は今285分の1、まあ、4と5の間、まあ、ほぼ4に近い数字か。いや大きい連チャン欲しいね。攻撃されてばっかだけれども、ここは継続確定、中段チェリーと同じ音系統。こういう時はパンチしてくる、こういう時こそ豪勝派打ってほしいのに。よし、いい加減倒そう。リプレイ、およし、ようやくベル以外、あ、やりました。いつぶりかわからんな。ようやく本日2度目のストック。これ共闘とかはしてくんないのかな。スイカだけどね、してくんねえんだ。一緒に戦いたいんだが、
ここは V ストックで確定でレイ。これって共闘してるってこと？だってあの 79% の示唆のレイではないよね。ということは無双転生チャンスがもしかしたら来ると思っていいのかな。ガードされちゃってるけど、なんもなしかな。なんもなしだね。要は内部的に共闘だったよってことでいいのかな。多分攻撃が当たってたらチャンスゾーンだったみたいな、そんな感じな気はする。もうさっきレイ出てきたんだし、レイの剣使ってくんないかな。ラオウばっか攻撃する。いや、でもお久しぶりのパンチ、ナイス。はい、4連目いいね。愛を取り戻せ。 OK、 継続確定。なんか今回さすがに継続率いいよな。ほら、あんまり継続率しさ出ないよね。初代って 79% 以上だとめっちゃレイが攻撃してくれたイメージあるんよな。あとトキが豪勝派避けたり、トキがキック避けたりはちょいちょいあった気するんだよな。豪勝派復活ユリアとか。今回のは全然出ないね。まあ、言うてまだ44セットしかやってないから何とも言えんけど、完全に思い出補正の可能性もある。そこら辺はちょっとね、自信ない。いやー、 BGM 変わらない。変わらないとやばいよな。そうだよね。いや、まあよくやったけどね、7連なら。正直毎度こんくらい言ってくれれば全然文句ない。814枚。うん、ジャギ午前中というか朝一と比べてどんどん挙動が良くなってるんだけど、さらにここで強水か。これもう当たったまであるでしょ。当たりました。これは即前兆じゃなくてやっぱり強水かから当たったってことだよな多分。素晴らしい。持ち玉めっちゃあるわ。1821枚。北斗揃いの後ね、しっかり飲まれたからやばいなと思ったけど、すぐ盛り返したわ。やっぱ初当たり、やっぱ初当たり、初当たりが早いだけじゃなく、これ北斗揃いだよね。やばすぎ。本日2発目。ここで引いてくるか。これ800分の1くらいだよな。よく引いたわ。今度こそ昇天させる。狙わせていただきやす。はい、おい。さあ、何オーラ。またしてもレインボー。さっき15連で終わったんで、今度こそ20連させます。北斗揃い2回目。いや、俺朝一とんでもないスピードで投資して、これちょっと信じられない額負けちゃいそうだなとか思ったけど、かなりしっかり勝てるな。あとはこの北斗揃い次第。いきましょう。15連までサクサクいく。そっから勝負。はい、北斗揃いだとやる気が違うんだよな。明確に攻撃する確率上がってる気がするもん。どっち。素晴らしい。マジで攻撃確率違うよな。言うて僕北斗揃い2回目ですからね。たまたまじゃないわ。ピキドゴ気持ちよすぎ。おい、タイマー発動。チャメからだね。これは宿命バトルあるな。はい、ゼロ。ほいほいほい、8点。さあ、ウィグル、ベル以外を引ければチャンス。素晴らしい。外れってどうなんだろう。はい、いいよいいよ。リプレイわかる。リプレイかと思いきや引いちゃうんです。カードチェック。 OKOK。 さあ、共闘してる気配はないけど、まあ裏で共闘してることがあるからね。さあ、共闘してるか。レイ共闘ってことでいいんだよね。あとはどうなれば無双転生チャンスをくれるんだろうな。攻撃当たればいける気するんだよな。さっきはガードされた。頑張れ。はい、おバネル消灯した。やってやったわ。っていうかバネル消灯ってさ、スペシャルエピソードとかなんじゃないの。いくらなんでもね、ただのチャンスゾーンでバネル消灯させないでしょ。天下のサミーさんは。俺これスペシャルエピソードだと思うよ。無双転生バトル確定したと思ってる。いや、無双転生チャンスだったわ。てっきりもうバトル確定かなと思ったけど、まあでもこれがやりたかったからね。いきます。白パーを揃えられれば無双転生バトルだよな。これこれよ、うん、まあそう簡単に揃うとも思ってないよ。チャ
ダンス目でいけんのかな。はい、うわ完璧だな。あとは昇天させるだけだわ。ということで 94% 継続になるのか。やばすぎ。無昇天性バトル確定。おお、勢い余ってるわ。ものすごい音鳴っとる。え、なんかすごいんだけど、どうした。はい、 V ストック、すごいことになってきた。もう全然知らない北斗の剣になってる今。あの頃の北斗じゃない、完全に進化した北斗の剣。これがスマスロ北斗。ほい、じゃあ大爆発目指して頑張りますか。いきます、 94% ループ。初打ちでこれできるとはね。あのチャンス目震えたな。自分の才能が怖い。今俺2100枚持ってるからね、バカ勝ちするぞ。俺こっから50連はさせる予定でいるから、こりゃすごいことになりますよ皆さん。画面のこのエフェクトめっちゃいいな。無敵感あるもん。これカメラで伝わってんのかな。なんかすごいいい感じの画質なんだよね。すげえかっこいいわ。さあ、まずはここは V ストックで継続確定。全く怖くない豪昇派来たね。こういう時の豪昇派好き。飛んだ茶番ですな。愛を取り戻せにはならんな。心なしかキックも遅い気がするもん。いや、そうだよね、ド派手に避けたね。説得力ある。オッケーオッケー。パンチもやっぱゆっくりになってる気するな。当たらん当たらん、あまりにも強くなってるケンシロウ。ということで、あっ中間に折り返し地点、危うげなくここまで来た。あまりにもケンちゃんが強すぎる。仕上がりまくってる。ラオウの足全然怖くないもんな。はい、やりました。ういえ、オッケー。しかし攻撃は当たんねえな。ラオウのガードがあまりにも硬い。さあ、どんな風に継続してくれるかな。霊攻撃時よけとか見たいけど、あ、でももうここまで来るとないのかな。はい、いや俺でもね大丈夫だと思うわ。だって 94% だもん。避けるまであると思ってる。避けない、ちょっと避けて押す触ったけど、いや立てるよ。さあ、緊張するとこ来たね。ただ 94% を12連で終わらせるのなかなか難しいよ。うわっ、なんでかよくわかんないけど、マジで絶対大丈夫だと思ってた。マジ俺今日北斗揃いレインボーオーラ2回やって、そのうち1回は無双転生バトルまでぶち込んだのに昇天させてないわけ。逆にすごいと思うよ。だってしたくなくてもしちゃうもん。ここまで条件整ったら、ラオウが本当に私の推しだから絶対に昇天だけはさせたくないと思ってる人も、こんだけ引き倒しちゃね、昇天させちゃうよ。ちょっとトラウマが蘇るというか、やはり俺は初代の昇天本当に時間かかったから、撤去の 1,2 ヶ月前とかにようやく昇天できたんよ。このスマスロ北斗の剣、長い付き合いになっちまうかもしんねえな。オッケー、いやー、ハマったね。693ゲームまだプラス息です。持ち玉1851枚。何オーラですか。あ、レインボーオーラいやー、こいつ昇天したがっちゃってるよね。いくぞ。さあ、今回は何連するかな。いきましょう。パンチ、うん、結果まあまあまあ、そりゃ避けられないこともあるでしょうよ。クモ、え、恐ろしいことが起ころうとしとるけど、さすがに大丈夫です。うわ、初代の頃思い出しちゃったな。初代の頃もね、オーラが虹色になってると注目を集めちゃうわけよ。で、単発で終わった時の恥ずかしさって言ったらね、ないから。これが初代完全継承。やめるかな、もうモードも高くないだろうし、何より虹単発食らっちゃったし、ここらでやめときたいと思います。ということで、投資がぴったり3万円、1380枚、そして回収が1859枚なので、まあ、400何十枚かプラスって感じかな。ジャキン、ちょい勝ちと、まあ、負けないでよかったわ。グラフとかマイスローに関してはエンディングでお話したいと思います。まあグラフはこんな感じ、うん、正直北斗揃いがなかったらやばかったかもしれんな。ということで、勝利の店内状況いきたいと思います。はい、勝利の店内状況、まず私の台がこちらです。
先ほども言いましたけど詳しくはエンディングで、はい、ちょい勝ちと、はい、そしてこちら北斗が当日4700枚、そしてこちらの北斗が当日3700枚と、さらにこちらが当日5100枚、こちらの北斗が当日最高6100枚と、あとこちらの北斗が当日最高5900枚、そしてこちらが4400枚ですね。さあこちらバルブレイブが当時最高10000枚、そしてこちらが6700枚、さらにこちらが4300枚、さあこちらゴブリンスレイヤーが当時最高6000枚、さああとこちら鏡が当時最高3100枚、お隣が2500枚と、さらにこちらが当時最高5000枚ですね。さあそしてカバネリ、こちらの方が2箱、そしてこちらの方が勝ち盛りで3箱、さああとこちらのカバネリが、2箱半ですね。そしてこちらのカバネリが手元に1箱あるので合計5箱出ていると。さああとこちらがモンハンアイスボーン、3箱半出ております。さああとこちら番長ゼロが4箱積んでおります。はい、そしてこちらの番長ゼロが、上に1箱半、そして別積みで6箱積んでおりました。ものすごい出てる。そしてこちらがオーバーロードですね。手元にも1箱あるので4箱出ています。はい、そしてこちら被弾のアリアが現在4箱と。さあとこちらマイジャグが27-24で114分の1、ジャグラーなんですけどボーナス中だったりジャグレンチャレンジ中なるものが発動している時ボーナス合算が分かんなくなってしまうので上の箱で判断していきたいと思います。はい、こちら勝ち盛り1箱あるのがファンキージャグラー26-28、そしてこちらもファンキージャグラー、現在1箱ないくらいかな、29-25。さああとこちらアイジャグがすごいですね、37-28で87分の1。さああとこちらのアイジャグが、勝ち盛り3箱、31-16と。はい、あとこちらハピジャグが現在4箱半、38-26。はい、そしてこちらバイオセブンですね、勝ち盛り3箱プラス1箱。さああとこちらもバイオセブンガチガチの勝ち盛りが2箱とプラス1箱。さああとこちらアラジンが現在6箱出ております。といった感じで水上店内状況でした。お疲れ様です。ということで実戦終了、スマスロ北斗の剣を初打ちして北斗揃い2発、さらには無双転生バトルなどを引き倒してなんとちょい勝ち。不思議、1万枚出ててもおかしくないと思ったんですけど、ちょい勝ちと。といったわけでマイスロお見せしたいと思います。マイスロがこちら、そしてグラフがこちら。うっ出た時子役確率とか出てなかったんですけど、設定1と設定6の子役確率が出て、まあ子役確率良さげだなと思ったんですけど本当に良かったです。中チェが190分の1、これ設定6と同じ数字で、弱スイカが92分の1、これは設定6以上と、で強スイカが370分の1で、まあこれは設定1と設定6の間と。まさか6並みの数字だと思ってなかったですね。であと AT 終了後のモード移行ももう出てて 36% くらいで天国らしいんですけど、それはなかった気する。 36% もまあ俺が確認できた範囲だと 25% とかなんじゃないかなっていう感じはした。ただこれはもうすぐ落ちちゃったりとかしてたら見抜けないんで何とも言えないけれども、逆に言うと見抜けてるのが 25% もあったらめっちゃ良かったのかもしれないし、そこら辺はちょっと分かんないね。うん、まだ打ち込み不足なんで。で何よりも大切なのがバトルボーナス終わった後にサブ液晶をタッチすると流れてくるセリフ、昨今のパチスロではねありがちですわ。 AT やらボーナスが終わった後はやっぱみんなもうタッチしてそこのセリフを確認するっていうのはねもちろん癖ついてると思うんですけれども、うん、ちょっとね思い出に浸りすぎて完全に忘れてました。あの日やってません。まあ、他の設定確定系の演出、なんか初代の画面が出たりとか、なんか獲得枚数とか、それこそトロフィーとか、そこら辺は出なかったんですけど、設定判別で一番重要なセリフのところはね、忘れちゃってます。まあ、今回の失敗を生かして、次回からね、バッチリ判別していきたいと思います。まあ、とりあえず、今回の台の設定予想としては、正直俺はね、中間くらいなのかなと思ったけど、蓋を開けてみたら上ありそうな感じになってたから、わかんないですね。これ逆に、このセリフという重要な要素がない中でも、見抜ける人がいたらぜひ見抜いてほしいと思っています。僕が分かっている情報をお伝えすると、子役での当たりに関してはほぼほぼ中段チェリーからの当たりでした。で弱スイカチャンス目は確か1回ずつ当たりがあったんですよ。強スイカは1回か2回って感じなんですけど、日以外での当たりは俺が間違いなく天国だなって思ってる最中に当たりました。モードが低そうなのにこんな子役で当たったなとかは特になかったですね。だからこそ俺そんなに設定高くないかなとは思ってたんですけど、まあ、蓋を開けてみたらね、早く確認めっちゃいいと。こういうことがあるからね、皆さんもねちゃんとあのバトルボーナス後はサブ液晶タッチするっていう
ね、そういう啓発動画になっておりますので皆さんもぜひ気をつけてください。とまあこんな感じでした。そしてスマスロ北斗の拳は今一番面白いパチスロに認定されました。あまりにも面白い。でもこれは本当に思い出補正入ってるとも思う。まあ、なのでね、これからもね、抽選さえ良ければ、北斗積極的に打っていこうと思います。今回ね、昇天もさせられなかったんで、次回の目標は昇天と。というわけで、そんな、スマスロ北斗の剣、マジで最高だぜって思ってるセブンズ TV 最新スケジュールはこちら。よろしくお願いします。ステッカーもお配りしております。ぜひもらいに来てください。ということで、初打ちで北斗揃い2発、さらには無双転生バトル、やるじゃん！でも次は、昇天が見たいぜって思ったらそこのあなたはぜひチャンネル登録をして、確実に昇天するまで僕打ち続けますので、そちらの動画をお楽しみに。そして、結果はちょい勝ちだったけど、引くもん引いて見せ場すごかったよって思ったそこのあなたは高評価の方よろしくお願いします。ということでまた、セブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。